4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのは新興ラブリー AP ジェット、先頭2番手は新興ラブリー AP ジェット、先頭オートリーコンサート、追いすがります。 AP ジェット、 AP ジェット、1着2着にはどうやらマヤノペトリウス。 AP ジェット見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。さあ直線に入りました。これからの勝負、最後の追い比べ、先頭は川内トリビュート、川内トリビュート、先頭2番手はメジロブロッサム、手応えは悪くありません。前を捉えられるか、やはり川内トリビュート先頭だ。川内トリビュート粘る、メジロブロッサム迫る、やはり強い川内トリビュート、川内トリビュート、川内トリビュート、1着2着にはどうやらメジロブロッサム、川内トリビュート見事な勝利です。三歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ最後は大外枠のドラゴントーク、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。西のフラワー好スタート、綺麗なスタートを切りました。ディスコホール前に行きそうです。ディスコホール競りかけていきました。黄色の帽子シュガートワイニング、その後ろスパークキス、そのうちに続いています。その外にエルカーサリバー、ピンクの帽子シグナルキャッシュ、その後ろ内からは三栄三級、その外からカリスマスケール、青の帽子パールオペラ、その後ろすぐ隣にメジロウェーブ、その外にエアメリー、青の帽子アドマイヤーサフ、その後ろすぐ隣にドラゴントーク、しんがりから大パンドラ、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。さあ先頭は依然として5番ディスコホール、2番手は西のフラワー、これは絶好の手応え、スパークフィス3番手。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭は西のフラワー、後続馬も足を伸ばしてきました。あと 200m、 西のフラワー先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はシュアトワイニング、西のフラワーゴールイン、西のフラワー1着、2着はシュアトワイニング、西のフラワー完勝です。パワーを寄せ付けない圧倒的な強さです。